リバー型小海艦はイギリス海軍が運用している小海艦の艦級。また、巡動警艦が大海軍で2隻、ブラジル海軍で3隻、それぞれ運用されている。本型はアイランド型の後継として、主として水産保護船体において、領海・排他的経済水域の警備救難に用いるものとして計画された。船体はモジュール化されて、 必要に応じて中間区画を挿入して、船体を延長できるように配慮されており、実際に4番艦クライドでは1.75メートル延長されている。船形としては朝鮮首楼型を採用しており、また艦首にはバルバスバウが付されている。年間3 2 0日という高い稼働率が想定されたことから、居住性にも配慮されており、主観と仙人歌主観は個室。 その他の貸し艦艇も二人部屋を与えられている。臨検などのため、ハルマティックパシフィック22型複合艇2隻を搭載する。海兵隊員18名が便乗できるほか、クライドではさらに11名の便乗者に対応できる。完備艦舶パンは作業艦舶パンとされており、先道後端に力量25トンのクレーンを設置して、物資のコンテナや、 海洋汚染対処、消防、救難などのモジュール化装備を搭載できるようになっている。また、クライドでは、マーリンヘリコプターの運用も可能なヘリコプター艦板として拡張されているが、この回収は他の艦にも適用可能である。2001年5月8日、まず3隻が発注された。これらの艦は、海軍の要因によって運用されているが、所有権そのものは、 民間企業が保有して、海軍がこれを5年期限でリースする形態をとっていた。その後、2010年5月に、これら3隻を購入する決定が下された。また2005年2月26日には、発展型一隻が発注された。これは船体を延長し、ヘリコプター甲板を設けるなどの解説系を施したものであった。その後、 2013年11月には、クライドをさらに発展させたバッジ2を3隻建造することが発表され、2014年8月には予備部品や駅務支援なども含めて3隻分で3億4800万ポンドの契約がベシステムズに対して発注された。建造は2014年10月10日より開始され、2017年から2018年に、 かけて収益する予定とされている。発展型のクライド観光部にヘリコプターの発着甲板を有する。ありがとうございます。